こちらはですね、自分の部屋です。今年、大活躍の LED のライトですね。植物用育成ライト。今まではこの1個だけだったんですけど、ご覧の通りですね、ちょっとこう調子がいいので、下のこの下段、こちらの方も新たに買いました。それとですね、こちらの上、これはこういうタイプのですね、LED、はい、ちょっと光はね弱いんですけど、こんな感じでですね、1、2、3段、はい、3つ揃えてですね、今育成中です。もともとね、こう一番最初に買ったこちら、これはね、こんな感じでこうワイヤーでね吊るすようになってますけど、これがね、まあ、こういうふうにこう、スライドで動いたりするんですね。で、こういったところにこうピンセットをかけてですね。で、下の段は動かないんですけど、これをですね、止めるのに、このワイヤーでは、こう、止めにくい。だからですね、ここにこうありますけど、ありますでしょう。結束バンド。これで、こんな感じで、止めてます。ピンセットちょっと邪魔ですけど、ね、これがですね、普通の結束バンドは、止めるとね、もうそれで、あとは切るしかないんですけど、このリピート体、これになるとこのレバー部分を押すと簡単に取り外しができる、だから失敗してもですね、またこう取り外しができてこうやれるから、これ結構ね、あの使い勝手がいい。こんな使い方の他にもですね、いろいろね、使えるんじゃないかなっていうね、ふうに思います。もともとの付属は、どこやったっけ？もともとの付属品は、あ、たった、これや。こういうので吊るすんですね。こういうワイヤーで。こういうのでね。で、上の方はですね、これ吊るしてるんですけどね、こんな感じで。これに引っ掛けてる。だけど、これは、これがこうね、スライドする。この関係もあるので、これ自体に、こういうふうにね、引っ掛けるしか、ちょっと方法はないかなっていうね、そんな感じです。で、さっきのリピート体ですけど、結構ね、使い勝手がいいので、はい。3つあるんで、スイッチをこうしてますけどね、こんな感じで止めてるんですよ。そしたらこのコードっていうか、これがこうもたつきがね、こう少なくなる、はい、して、止め方が間違ってたら、さっきねリピート体っていうから、結局もう一回リピートでねこうやれるんで、はい、そういう使い方ができます。で、こっちちょっと光には弱いよね。ボタンのね、切り替えとかで、光量の変化はこう、わかりますかね？カチカチカチと。光量の変化はできるんですけど、まあ、いまいち。いいようで、いまいちやな。で、ここら辺にこんな感じでね、こう置いてますけど、まあ、北側ですけど、こっからのね、まあ、太陽光、それもありますので、それプラス、このね、4本こうフレキシブル、いろいろ動く、こういうふうにね、これフレキになってるんで、かなりこう近づけてもいいですね。こんな感じで、この距離感結構大事なんで、ここ少しね広がり気味かな。こっち結構狭い、下段はね、だけどまあいい感じにね、成長できてるんで、これはね、このままでいこうかなと。で、やっぱりこうね、LED 絶対失敗はない。まあ、ここねありますけど、まあ、クーラーの効いた部屋で、こういうこう、あとサーキュレーターね、こう首振り式がいいですね。こんな感じでね。で、やっていって、夜はこのね、LED を消す、そういうふうなこう管理でやっていけば、はい、
まず失敗ないですかね。うん。日焼け、葉焼けすることはないし、うん、蒸れることもない。20何度ですからね。育成適温なので、大丈夫。で、こういうふうにこう風をね、サーキュレーターで、送ってやれば、まあこう、なんですかね、育成に、必要なね、条件っていうのは、はい、これで確保できるんで、どうですかね。まあ夏の対策としてしましたけど、冬でもいけるんですね。逆に言ったらね、冬でもいける。だから、まあ室内でね、限られたスペースではあろうかと思いますけど、はい、こういうのでね、対策すると、この間も言いましたけど、紫式部とかね、これルノディも難しいんで入れてるんですよね。で、ドロサンテマムね、シルバースター錦とか、始まりの花石化、あとは、オライさんのリンズヤナミショウとかね、奥にオーレンがあるな、オーレンがあります。で、今こう動画でね、こういろいろ撮ってる、セプテンバーモーンとかね、桃太郎、まあ、これも動画で撮りましたね。今こう育成中。で、上はこういう風にこう行くけど、下動かないんで、こういう風に100均の、あれに入れてね、こうケースに入れて、こうずらす。白がいいですね。やっぱ光をこう反射するんで、黒より白がいいかなと。これこうずらす。ちょっと銀マットあったんで、これもね、多少こう、なんていうの、明るさのこう、ね、プラス要素っていうか、補充要素になるかなってことでね、ちょっとやってますけど、はい。こんな感じ。まあだからどうやってやっていったらいいかっていうのはね、それぞれ、こう、皆さんのお使いの棚、それによってかなり変わってくるんで、だけど、こういうのがいいかなってね、考えながら、こうやっていくとね、いいかなと。やっぱ白がいいね。光をこう、反射する。全体的に明るくしてやる。そういうのがいいからですね。はい。だからこれも白、白。上も、これも100均ですね。これも、白でいってます。はい。あと、ここに、これはですね、2階のベランダで、育ててるやつですね。桃太郎とかね。これかなりシワシワになってたんで、さっきね、水やりしたんですよね。で、これちょっと邪魔ですけど、不歴なんでこう動く。ここら辺が、おらいさんね、青鬼、四魂の矢、赤鬼、桜鬼、それと先日動画で撮ったシルバー錦のね、挿し木ですね。これとこれがすでに発根してるんで水をやって、これ少しね、根が出るのを待ってる、そんな感じ。で、これ気に入っちゃうね。あれやけどなぁ。これ、小松緑の伊藤グリーンさんのやつやけど、なんか調子が悪いよな。こんな感じでね。冬に強いタイプやけど、ちょっと良くない。まあ、こういったのもね、もう致し方ないかなというふうに思います。はい。ちゅうのことで今日はですね、自分おすすめの育成ライト。自分のね、部屋でのこう撮影でした。はい。あ、そうそう、空気清浄機もね、隣に置いてるんで、これはこれで風を起こすから、まあいいかなっていうね、そういうふうに思ってます。はい。今年の夏ね、随分やられた方も多いと思います。で、この後はまた今度ね、冬ということになるので、この育成ライト、夏と冬、厳しい季節、はい。それをね、補ってくれるというか、育成をね、助けてくれる、はい、そういう役ありますので、興味のある方はですね、こんな感じで、はい、やってみてはいかがかなというようなことで、今回のね、動画を終了したいと思います。動画をですね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価していただけると、
嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。